黒木の投球練習が始まりました。今日が2試合目の登板になります。まあ、昨シーズンは2つのタイトルを取った黒木なんでありますが、どうでしょう、まだこれから投げるわけなんですけども、黒木今シーズンも昨年同様の成績は上げられそうな感じはしますか？もう少しいい成績を上げなきゃいけないんじゃないですか。彼の持ってる潜在能力というのはもっともっと、もう毎年15勝ぐらいは十分できるだけのね、潜在能力持ってると思うんですよ。まだまだこんなもんじゃありませんか？もっと磨けばもっと良くなると思うんですね。はい、いやいや、こう淡白な面も時々出たりね、顔を覗かせたりしますんで、ですから丁寧さとバッターとの駆け引き、はい、まあ、それから、まあ、一発病を減らすということが大事ですね。さあ試合が始まって初球です。134キロのボール、高めに外れてワンボールナッシングです。先頭バッターは上田です。2球目打ちました。高く上がった内野フライです。サードの初芝、風があります。おっと、グラブの先の方に出てきましたね。守り慣れているこのマリンスタジアムの風なんでありますが、慣れていてもなかなか難しいかもしれませんね。慣れていてもですね、今日はかなり強いですから、現在8メートルですからね、はい、これ上空はもっと強いと思うんですよ、はい、センターの旗がすごく揺れてますからね、それと今シングルで取りましたけれども、最近よくシングルでフライを取る人が多いんですけれども、できればやはり右手も添えた方がいいと思いますね。より確実なキャッチング、はい、ということが寛容であります。バッターボックスには2番の小笠原。ファイターズとしてはこの小笠原に今シーズン大きく期待してるでしょうね。そうですね、非常にオープン戦の時から好調ですからね、はい、ただ西武戦で松坂からツーラン打ちましたけども、ここのところ少しスイングが大きくなってきてますね。まあ、私も東京ドームにその試合見に行きましたけれども、小笠原のそのノーヒットノーランの夢を砕いたヒットというのはあまりいい当たりではありませんでしたけれどもね、はい、詰まった当たりでしたね、はい、しかしその後バックスクリーンに飛び込んだツーランホームランは非常に威力のあるボールでした。黒木はこういうね、ワンアウト取った後にストレートでこの小笠原を出してしまう、こういうところを気をつけなきゃいけないですよね。今はちょっとこの何か警戒をしすぎたとか、そういう感じになるんですか？まあ、そういうのも当然その小笠原が非常によく打ってたということは情報で入ってますからね、はい、警戒しすぎてるっていうこともあると思うんですけれども、ストレートのフォアボールってのは良くないですね、こういうところで、はい、ワンアウトランナー一塁でバッターボックスは片岡です。今シーズンすでにホームランを1本打っています。打点が4つ。初球から打っていきました。バックネットを越えるファウルです。昨シーズンは最高出塁率のタイトルを獲得しました片岡。しかし一昨日は松坂に155キロのストレートを投げられて空振り三振、そして昨日は塩崎 の、まあ、本当に緩急をつけるシンカーにやられたという感じになりました。まあ、しかし155キロのボールって完全に振り遅れてましたよね。でした ね、 ね、また松坂の方も相手が片岡だからこそ渾身のストレートを投げてきたということはありますよね。と思いますね、はい、それといい高さに決まりましたよね、ストライクゾーンよりややボール気味の高さでしたからね、はい、追い込まれてからはどうしても速いボールはあの辺の高さというのは手が出てしまいますよね、はい、片岡2エンド1、カウントの上では追い込まれています。空振りの三振です。今のは外へ少し落ちましたかね、起こるかもしれませんね。球速は128キロでした。黒木のこのボールです。少し沈んでますね、はい、しかしアウトコース低めに非常によくコントロールされたボールでした。2アウトランナー1塁に変わります。バッターボックスには4番の田中。
片岡は松坂と対戦した後塩崎とあのこの2試合で調子かなり崩しましたよね。やはりスラッガーというのはそういうことありますか。ありますね、はい。この田中の方はその松坂からクリーンヒットを打っています。センター前足元を抜けるヒットでした。そして昨日は4打数ノーヒットです。田中のカウントは 2&1 です。ワンアウトからフォアボールのランナーが一塁、その後片岡倒れて2アウトランナー一塁です。1回の表ファイターズの攻撃です。アウトコース低めわずかに外れています。今のはピッチャーからするとなんで手を挙げてくれないんだっていうボールですね。黒木の方も自信を持って放ったボールでやりましょう。ピッチャーからしたら最高のボールですよね。アウトコース低め少し沈むボールですよね。完全に挟んだフォークと違ってスプリットフィンガー的なあの開きの少し浅いボールだと思いますね。はい。おっとランナーはちょっとリードが大きすぎました。清水がうまくこの小笠原を刺してこれで3アウトです。1回の表結果的には3人で攻撃終了という形になりました。1回の表ファイターズは無得点です。